前回オーストラリアのキャンプ場でライトトラップをしたら、いろんなカブトムシやクワガタ、かっこいいコガネムシなんかが飛んできましたという動画を出しました。今回も引き続きライトトラップの動画なんですけども、前回とは違ったこれまたとんでもない虫が飛んできました。綺麗なガ、あのガも綺麗だな。スズメガみたいなのも来てますね。白くてなんだか上品な綺麗なガが来てます。うわ、裏側回ったらでっけえガ来てんじゃん。美しい。うわ、この山眉綺麗やな。これ手のひらサイズ。なんだこいつめっちゃ綺麗。緑色の、止まってる時に羽を開いてるから、まあガなのか、蝶々みたいな見た目だけど。うわ、何このガ、めちゃめちゃ綺麗。白いボディにメタリックな青色の模様が入ってます。こんなガもいるんだな。ライトトラップに集まってきた虫を食べようとオオヒキガエルの赤ちゃんが集まってきています。向こうにも、うわ、こっちにも来てんな、オオヒキガエル。ほら、ライトトラップ周辺に集まってきて虫を食べるべく大引きが集まってきてますね。ライトトラップをしていると近所のワラビーも寄ってきました。ワラビーね、草食なんで虫を食べに来たってわけじゃないと思うんですけども、単純に光があって人間がいたんで何してんだろうなみたいな感じで来たのかもしれないですね。今お前タガメの匂い嗅いでハァーって言ったろ。なんか捕食してますよ、ガオ。ガか、これヘビトンボかな。これなんだ、これめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗なカゲロ来てますね。美しい。そしてかっこいいわ。いや、このガも綺麗だな。ほのかに水色でちょっと紫がかってもいて、こういう色合い好きなんだよな。お、ハサミムシ。ハサミムシなんか模様入っててかっこいいな、オーストラリアのハサミムシ。ハサミの形もなんかちょっと日本のと違う。綺麗なカメムシも来てるな。うわー、こいつめっちゃ触覚が鹿みたいになってる。いや、つけまみたいになってるな、もはやな。つけまつけてるよ。あ、やばいっすね。虫岡さんが世界最大のガ、ヘラクレスさんを捕まえました。与那国さんが今までね、世界最大と言われてきましたけども、実は与那国さんよりちょっとでかいということが分かりまして、世界最大になりました。ヘラクレスさん。この部分がね、与那国よりでかいですよね。みたいですね。ちょっとずるいですけどね、この部分だけでかい、ね。最大個体はあの図鑑の A4 ページに乗り切らないらしいですからね。マジか。はみ出していましたね。これちっちゃい方なんでしょうね。だと思います。すっげえ。ほとんど与那国さんそっくりですけどね。ちょっともう。やばいやん。俺もちょっと触っていいっすか。ぜひぜひ。そうですね。うわ、力強っ。ガの力じゃないよ。すごい。こんなサイズよ。うわあ。ああ、待て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 。うわ。すごい。モスラだわ。風を感じるもんね、こいつがこう羽ばたくと。すごいパワーです。うわ、涼しい涼しい。涼しいわ、普通に。めちゃめちゃか、リンプ飛んでるの見える。あ、ほんと、ね、リンプ飛んでますね。めっちゃリンプやばいっすよ。すごい飛んでる。うわぁ。うわぁ。こいつはね、こんだけでかいけど、オスらしくて、メスはもっとでかくなるらしいですね。でメスは、ここの後ろ羽がもっと太いんですよね。こんだけ細いのはもうオスですね。うわ、あそこ、2匹目のヘラクレスさん来ました。止まりましたね、屋根に。はい、2匹目のヘラクレスさん。さっきのよりでかい。はい、これがヘラクレスさん。こんなサイズです。何センチあるかな ?20 何センチくらいあるよな、多分な。いいサイズだ。こんなんが世界にはいるんすね。お顔は結構キュート。でっかい。手のひらなんか余裕ではみ出ちゃいますよ。これが世界最大のガ。すごいよ。これ顔につけてもさ、このサイズっすよ。やばいよね。かわいいアクセサリーでしょ？
リボンをつけてみましたみたいな。このヘラクレスさんね、でかいだけじゃなくて羽にね、透明な窓があるんですよ。これわかります？ここは透明になってる箇所が4箇所あって透けてるんですよね。面白いっすよねこれね。でかいだけじゃない、これ間違いなく20センチはあるよな。横幅は縦も15センチはあるだろうな。おお、このガモ羽に窓がある、透けてますね。おしゃれなガだ。ガっていろんな形がいて面白いよな。今日昨日よりめっちゃ虫来てますね。虫の数やべえぞこれ。すげえ、カブトムシもバンバン飛んできてるし、直視類とかガとかもたくさん、あ、まあ、山マヨとかね、綺麗なのも来てますけども、めちゃめちゃでかいカミキリムシ。見てこれ、オオウスバカミキリらしいです。もうちっちゃなハエとかね、ガとかも含めるともう何千匹何万匹と来てるんじゃないかなってぐらい集まってます。はい、ご飯食べてたらさらに虫が増えてますね。マジでヒメカブとかめちゃめちゃ多い。あ、こいつ結構なんか茶色みが強くて綺麗だな。ヘラクレスさんももう一匹増えてるし、でもオスばっかっすね。メスみたいんだけどメスがいない。ヘラクレスさんの4匹目が飛んできました。でけえな、マジ目の前で見ると。もうね、でかすぎて音がね、わかんのよ。どっかに当たった時パシッて音がするから。はい、こちら4匹目。こいつもでかいっすね。こんだけ見ちゃうとレア感がないっすね。あんまりレアな生き物じゃないのかも。日本の与那国山はね、天然記念物でめっちゃレアですけど、まあ、時期が合うとね、与那国山もめっちゃ見れるから、そういうもんなのかな。もうすごい光景っすよ。世界最大のガが一目で見える範囲に4匹もついています。もうこんだけやってオスだけってことは、メスはまた時期が違うのかもしれないですね。はい、という感じで今回はね、オーストラリアでライトトラップしてものすごい数の虫が見ることができました。この世界最大のガ、ヘラクレスさんも見れて大満足の結果となりました。皆さんもね、オーストラリアに来ることがあったらライトトラップしてみた方がいいですよ。という感じで今回の動画はこれで終わりです。まだまだオーストラリアの動画ね、続きますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。